中島松地1月19日は、明治時代の写真誌、原統器製造者。本名は聖一。鶴淵発造と並び、日本における、原統普及の功労者として知られる。慶元年、慶三年4月15日、または慶六年4月14日、下宇佐国町市に生まれた。陽名は、ジョジロー。文久年間オランダ船が漂着した際、 乗組員の海中時計に貼られた写真を絵画と誤認し、画家を志したという。現時元年父によりデッチ暴行のため江戸に連れ出されたが、これを拒んで帰郷した。慶応三年蘭画家、中林将雲が、調子に来訪した際入門し、2月これに従い、江戸に出た。その後、写真の存在を知って、写真家を志し、日本橋区、本町穂積屋、 清水三郎から寛役所を入手し、福地源一郎にレンズ製造法、京橋区、竹川町、玉谷松五郎にレンズ研磨法を学んだ。明治元年には吉原で試験撮影を開始したが、10月火事により器具が全焼した。この頃写真師、横山松三郎に指示し、修正術、最高法を学んだ。陸軍省や山城屋に勤めた後、 1872年、玉の屋野に、住み込み、レンズ、写真機の自作に成功した。1873年、松五郎が死去すると、1874年、浅草く木町に、写真館松地園を開業した。看号は、近くの松地山にちなみ、市、横山松三郎から与えられたとされる。1877年頃から、 脱影カゲの記事を参考に幻桃機の製造を試み、手品し、奇天祭小一等から注文を受けた。1880年教育博物館長、手島誠一が、市販学校等の教材として、幻桃の導入を推進し、鶴淵発造と共に製造を受け負った。その後も幻桃機の改良を重ね、1886年6月ライムライトを、 用いた水産ガス機械を発明して改良幻想会で披露したほか、画家の妻、松尾園の手を借りて、種板の製作にも力を入れた。1894年日本橋区五福町一丁目一番地に移転した。明治30年代には、幻想製造が一般人に普及し、写真誌による製造事業は終焉した。晩年は、牛米久弁店長に住み、 1938年1月19日死去、玉霊園に葬られた。戒名は、少年院心一統制孤児。妻、秋尾園は、陸軍馬術教官、秋尾俊市吉蔵女、高部美術学校生。1880年頃結婚した。ソロの末帝、秋尾新六は、松地に写真術を学び、大正基本文物理想に傾倒。 在家日連総期風会を設立して、親族や弟子等を入会させた。そのとの間には、子がなく、新六の次男君を養子とした。君は、戦時中陸軍工兵隊員として、航空写真に従事し、シベリア抑留、自衛隊勤務を経て、事業を始めるも失敗し、1956年家増品を、散逸させた。ありがとうございます。